本命だったりしてなわけないですよ。かまないかまない、もう超となしい件ですね。さっき脱皮したあの皮をもらったんです。絶対縁起がいいとでしょ。そうなんですよ。あ、その白蛇神社というのがあってですね。素晴らしい、素晴らしい。全然平気です。でしょ。やっぱ女性はあの蛇結構得意な人が多いですね。今動画で撮ってますか。動画撮ってます。キムちゃんのも動画で撮っていいです。動画で撮ってます。あ、撮ってます。イエーイ。絶対幸せになるもん。そうぜひ宝くじを当てていただいて。買ったことないです。宝くじ。あ、そうですか。宝くじは。300円当たりますか。300円当たりますね。10倍買えば。きっといいことがありますよね。あ、ペロペロしてる。なるほど。ほら。本当ですか。あ、ペロペロ。喜んでるの。喜んでる。喜んでる。喜んでる。じゃあ、あと写真も撮ってきますね。はい。じゃ記念に。記念に。はい。3人。フェイスブックにあげますので。はい、どうぞ。いいですね。はい、撮ります。はい。はい。オッケーです。はい、ありがとうございます。はい、先生、まかんでいいですか。まかんで。これでもいいですか。はい、いいです、いいです。これでいいですか。ちょうどいい、なんかこう重みですね。そうだ、この間冷たくて気持ちいいです。ヘビは取ってない、持ってなかったですね。いただきます。 OK です。ナミちゃん、俺もちょっと取ってもらっていいから。一緒に。そうですね、3枚ぐらい取る。うん、あ、すいません。こちゃん、あ、大丈夫です、大丈夫。こちゃんもいいですよ。2つ座る。座るんですか。すいません。もう少しくっついてください。はい、はい、3枚ぐらい取ります。はい、はい、チーズ。はい、はい、2枚目いきます。はい、少し引いた方がいいかな。はい、チーズ。はい、はい、次も少し手前取ります。はい、3枚目。はい、チーズ。はい、はい、ありがとう。大変笑顔になったと思った。そうなんだ、マスクしてるけんですね。歯が見えないからね。いい感じです。バッチリです。はい、ありがとうございました。すいません、確認してください。ありがとうございます。記念に。絶対守ってくれると思います。そうなんですよね。私も結構あのイベントでですね、この春とか夏とか結構あちこちのイベントにも毎週のように呼ばれるんだけど、それは全滅です。コロナの影響でイベントがない件ですね。結婚式の中でも呼ばれるらしい。やっぱ白い蛇っていうのはものすごく昔からですね、神様のお使いじゃないですか。そうなんですよね。ですよね。素晴らしいですね、嬉しいですね。絵が今日褒められて。ありがとうございました。どうもどうも。